はい、それでは叩いてかぶってるじゃんけんポンやっていきたいと思います。3回勝負ね。はい、いきます。よーい、スタート。最初はグーじゃんけんポン。はーい、ゆりくん TV です。ナイスです。ママです。やったやった。飴玉ペロペロ、おいしいね。やだそれ。はい、ありがとう。今回はジューシードロップポップです。すごいなそれ。はい、今ゆりくんが言ってくれましたが、今回ご紹介するのはジューシードロップポップです。はい、ジューシードロップポップとは甘いキャンディーに酸っぱいシロップをかけて楽しめる2つで1つの合体スイーツとなっております。やだー。なんだそれ。はい、とても美味しい飴ですね。はい、こちらを、今回はご紹介していきたいと思います。はい、ゆりくんテーブー。はい、それでは食べていきたいと思います。はい、味はコーラ、ブルーラズベリー、ストロベリーの3種類がございます。ゆるくんは何を食べますか？コーラ。ゆるくんコーラね。ママは？ママはね、これかな、ブルーラズベリー。ブルーラズベリー、ブルーラズベリーね。ブルーラズベリー。はい、でパパはじゃあストロベリーにします。はい、はい、じゃあ早速開けていってください。はい、はい、はい、どうぞ。いただきます。ちょっとそれだけ舐めてみて。うん、舐めてみて、それだけ。コーラの味するかな。コーラ、コーラ、ブラート。いいじゃん。これを、これ、いいじゃん。これをつけて食べるの。あ、ここに？そう、この穴にね、入れるんだって。うん、いくよ。ちょっとにしとこうか、最初。これが酸っぱいんだって。で、酸っぱいのと甘いののコラボレーションが美味しいんだって。一緒に舐めるんだよ、このまま。そう、せーの。どう？甘い。甘い、甘い、うん、少なかった。ちょっとママも食べようかな。甘いです。甘い。どう？美味しいの？美味しい、美味しい、美味しい。うん、パパも早く舐めてみて。あ、甘いね。甘い。あ、なるほどね。あ、これうまいわ。うん、これも美味しいよ。うん、なんか甘い。ストロベリーグリーン。うん、ブルーラズベリー。パパは酸っぱいのをつけて食べた方が好き。好き？うん、コラボレーションがやばい。僕はどっちも好き。うん。あうまい。まあ、とりあえずうまいな。うまい、うん、どれが好き？パパはストロベリーかな。あ、コーラかな。コーラかストロベリー。僕全部。わー、それ欲張りだな。ずるい。全部。ママこれ好き。ラズベリー、ブルーラズベリー。ブルーラズベリー。あー、はい、そうだね、酸っぱいのだけじゃあ今度は舐めていきますか。はい。はい。はい、酸っぱいのだけ。ないよね。いっぱいだった。ごめん。あ、味違う。味違う。やっぱ違うんだね。なんか合わせてるんだね。梅っぽいっていうか。へえ。かすかにね。酸っぱい。見てこの酸っぱい顔。酸っぱい。いちごっぽい。はい、では、対決ゲームを今からやっていきます。はい、怖い。ゆりくんとママで
叩いてかぶってじゃんけんポンをやってもらって、負けた人は指に結構な量のシロップをのけて酸っぱいのを舐めてもらいます。負けた方は結構量多めにいこうかね。はい、では叩いてかぶってじゃんけんポンやっていきます。よー、はい、やっていきましょう。はい、それでは叩いてかぶってじゃんけんポンやっていきたいと思います。はい、はい、じゃんけんを、まあ、叩いてかぶってじゃんけんポンみんな知ってると思いますが、一応説明、ルールを説明します。2人がじゃんけんをします。勝った方がピコピコハンマーで相手を叩きます。で、負けた方は叩かれないようにヘルメットでカバーをします。はい、で、ヘルメットのカバーが間に合わずにピコピコハンマーで叩かれた人は罰ゲーム、シロップを結構な量で舐めてもらいます。いいですか？はい、はい、では本番いきます。3回勝負ね。はい、いきます。よーい、スタート。最初はグー、じゃんけんぽい。はい、ひよりくん、負けたのでシロップを舐めていただきます。まあ、3回勝負だから、3回勝負だから1回目はね、はい、とりあえず、はい、ひよりくん舐めてください。コーラ、コーラ、ほら、コーラ、コーラ、コーラってちょっとの量でいいじゃん。ちょっとの量っていうか、まあ、まあね、ママが程度ちょうどぐらい、はい、舐めて。失敗、失敗。そんなさっきと変わんないよ。変わんないよ。わざとらしいな、お前。いくぞ、はい、2回戦。やるぞ。はい、2回戦目いきます。頑張ってね。いいじゃんさ、負けないようにして。ストレートでママが勝ったらつまんないからね。頑張れよ。いきます、2回戦。せーの。最初はグー、じゃんけんぽい。あいこでしょ。なんだそれ。はい、いくぞ。あいこでしょ。あ、遅っ。はい、頑張って。最初はグー、じゃんけんぽい。これダメじゃん。これだから。手じゃないよ。手じゃねえよ。このヘルメットでカバーするんだよ。どうする、どうする今の。今のはまあジャッジマンが、まあいいよ、今のは許してあげるよ。次からはこれでカバーして、ゆりくん。わかった？はい、これでカバーするんだよ。はい、最初はグー、じゃんけんぽい。あいこでぽい。あ最初はグー、じゃんけんぽい。あいこでぽい。はい、あーぽい。はい、ゆりくんの勝ち。はい、じゃあママに舐めさせて。舐めさせて。よー。うわ、枯れた。どう、余裕？ママ、ママ余裕そうだな、なんか。酸っぱい。酸っぱいよ。酸っぱい。けど美味しいから。大丈夫なんだ。さすがだね。さすが大人系。もうちょっと、もうちょっと欲しい。舐めて。すごいな。はい、それでは3回戦いきたいと思います。はい、これが最後の勝負です。はい、いいですか？はい、最初はグー、じゃんけんぽい。最初はグー、じゃんけんぽい。最初はグー、じゃんけんぽい。あいこで。ちょっと待って、はい、面白すぎてむせた。もう一回いきます。最初はグー、じゃんけんぽい。あいこでほ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 い。あ、こっちだ。最初はグー、じゃんけんぽい。最初はグー、じゃんけんぽい。あいこでぽい。あ、こっちだ。最初はグー、じゃんけんぽい。あいこでしょ。あ、こっちしょ。あ、こっち。ハハハハ。
たね、今のね。セーフ。はい、じゃあママに舐めてもらいましょう。はい。はい、どうでしょう。ママ本当余裕そうだな。全然余裕なんだね。まあ罰ゲームにならないよね。美味しいからね、これね。美味しいね。ママでも白そのまま言っちゃってるもんだと。ね、酸っぱいの。それそのまんまいけや、酸っぱいよ。多分この今の3倍ぐらいだったら、うん、酸っぱーってなると思うけど、今ぐらいだと全然余裕、うん、超美味しい、美味しいからもうちょっとちょうだいみたいな。、うん、はい、今回はジューシードロップポップを食べてご紹介いたしました。はい、はい、ゆうりくんいかがでしたか、ジューシードロップポップは。美味しかった。美味しかったですか。はい、ママはどうでしたか。ママはね、シロップも飴も両方ともすごい好き、美味しかった。好き好きですか。好きです。はい、ありがとうございます。え、僕もでちゅ、僕もでちゅ。なんだそれ。はい、パパも、美味しかったです。で、これを食べた、感想なんですが、子供から大人まで、楽しめる飴だなと、キャンディーだなと本当思いました。まあこれ絶対、まあ食べてほしいなと、一度は食べて、なんかこう叩いてかぶってじゃんけんポンとか。ぜひやってもらえたら楽しめるんじゃないのかなと思います。概要欄の方にリンクも貼ってあるので、よかったら、そちらから飛んでみてください。うわぁ、なんだそれ。ヒカキンさんの真似だろそれ。こっちじゃないよ。下だよ。はい、次回もまた皆様ひよりくん TV でお会いしましょう。バイ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 。 Thank you.